はい、こんにちは、高橋です。今回はですね、マイクの話を少ししたいと思って動画を撮ってます。YouTube の動画撮影するときに、マイクなんかいいのないかなとかって探してる方はですね、ぜひご参考にしていただきたいなと思ってます。でですね、マイク、いろいろあるんですけれど、ここにこう今出しているのが、これは僕が持っている全部のマイクなんです。で、ちょっと一個ずつご紹介しますよ。これまず、このでっかいモフモフくっついてるやつがロードのビデオマイク GO ってやつですね。ロードのここの上にこんな風にこうくっつけて使います。こういうやつで、こういうショットガンマイクですねっていうのがあって、あとは今度こういうのです。これはワイヤレスピンマイクですね、ソニーので、こんなのがあって、これ実は昨日届いたばかりなんですけど、そしてこちら、これもソニーのワイヤレスピンマイクです。で、これは最新モデルです。さっき1個前でお見せしたこちらの最新モデルです。で、これももう発売して1ヶ月ぐらい経ったのかな。もう発売日にもう速攻で予約して、持っていたんですけど、だけどこっちを買ったみたいなね。こっち古い方ですよ、初号機。こっちが2号機ですからね。これは後で解説していきます。で、もう一つあるのがこれですね、コミカ、コミカのこれワイヤレスピンマイクなんです。だから僕の場合ワイヤレスピンマイクが今3つあってですね、で、このショットガンマイクが1つあるっていう、そんなような感じなんですよ。で、ちなみになんですけれど、今はこれソニーの α7-3というミラーレス、フルサイズのミラーレス一眼カメラなんですけれど、それのですね、内蔵マイクで撮ってます。結構多分入ってるんじゃないかなと思いますけれど、雑音とかも結構拾いますけどね。で、今はだから内蔵マイクで撮っていて、マイクの話をいろいろこれ比較しながらお話をしたいなと思ってます。でですね、一番最初にこれ今カメラ手元にあるのは α7C ですね、ミラーレスのこのフルサイズの 7-3 の後継機です。ちっこいやつで、これにいろいろやっぱりはめるんですけれど、今最終的にはそもそもですね、僕はもうこのショットガンマイクからこういうワイヤレスのタイプに、切り替わってます。今もう YouTube を始めて4年5年ぐらい経つんですけれど、やっぱりね、マイクっていうのはめっちゃ音は、ね、重要だと思います。映像のクオリティもこういうカメラをね、どういうカメラを使うかによってめっちゃめちゃ変わるんですけど、音っていうのもね、本当に違います、本当に。で、今日のこの動画の中ではいろんなね、ここに今 1,2,3,4 つのマイクがあるんですけれど、音の比較をしようとかそんなことは全く思ってません。もっと違う話をしようと思ってるんですね。で、そもそもなんですけれど、一番最初にその 4,5 年前に買った初めてのマイク、外部マイクっていうのがこのロードの、ビデオマイク4というやつだったんですけれど、これはね、ここにはめるとこういう感じでいい感じで音が取れるんですけど、会社の中でこういうところで撮ってる時はいいですよ。だけど僕の場合結構この平日っていうのはここのこう会社の中でね、いろんなインターネット集客のコンサルティング会社を僕はやってるんですけど、ですのでネット集客に関するような話とかを結構こうやったりしてるんですよ。で、そういう時はなんかね、僕の中ではどれ使ってもいいなと思ってるんです。問題なのは Vlog ですよ。外にカメラを持って行って、で、僕なんかは家族とね、一緒にこう、家族旅行、いろんな海外、国内お出かけしに行くんですけれども、最近は海外行けませんけどね。で、そういった時にこういうの持って、はい、こんにちは、どこどこに来てますとかっていう Vlog って言いますよね。それね、そういうのを撮って歩くのが、もはや趣味という感じで、あと出張ですね。お仕事で出張に行く時もこういうものを持って、はい、今日は、どこどこに来てますとかってやりながら、お仕事の活動報告の Vlog としてこういうのを撮る機会が
多いんです。だからそういうのやってる時は一番楽しいんですけどね、 YouTube やって。で問題が出てくるわけですよ。このバカでかいマイクだともうね、持ち歩くのにすげえ不便なんです。これめっちゃ不便なの。それでこれね、こうやってくっつけてバッグの中にポーンってしまったりするじゃないですか。もうね、何度も折れちゃってるこれが。でそれを無理やり瞬間接着剤でまた戻して使ってたみたいないう感じなんですよ。これもうボキ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 何度も折れてます。でかすぎるんで、まず邪魔でした。でじゃあこれじゃなくて何かいいのがないのかなって言って手に入れたのがこれなんですよ。このワイヤレスのピンマイク。でワイヤレスピンマイクっていうのはこっちがレシーバーで、これをここにガチッとくっつける感じ。これちょっと買ったばっかりだからなんかアダプターがついてた、アダプターというかカバー、これをガチッとガチッとこんな風にこうやってつけるわけですよ。こうやってね。でこれがレシーバーになって、これが胸のところにこうやってくっついて使えるっていうものなんですね。でこれはめっちゃ便利で、これ昨日届きました新しくって言ったんだけれど、実はこっちのタイプがだからさっきも話したように最新式で、こっち1個前の古いやつなんですね。でもね、もうねソニーさんこれ見てくれたらすげえ嬉しいなと思うんですけれど、初号機の方のがもう全然便利。これね実はね、でもねもうすぐ壊れるんですよ。なのでこれ3個目で、前回もこの最新モデルをその1ヶ月ぐらい前に買った時もこれが壊れちゃって、もう1個新しいの買おうかなと思ったタイミングでこれが出てたんですよ、最新モデルは。なのでこっちにしちゃったんだけれど、もう最悪みたいな感じで、まあ1ヶ月ちょっと使ってみたんだけれど、結局こいつはもうやめたというところで、こっちまた新しく買い直したんですよ、古いのをわざわざ、最新モデルじゃなくて。で最新モデル1ヶ月使っ、もうね1ヶ月使ったんだけれど、気づいたのはもう 2,3 日で気づきました。やべえと、初号機の方がいいじゃねえかというふうに気づいたんですよ。で何がすごい、あのダメなのかっていうとですね、まずこれはね、こっちの初号機の方はこれ電池で動くんですよ。この中に、炭酸電池が入ってます。炭酸電池この中に1本で、炭酸電池を4本僕はエネループを持っていて、ぐる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 それを常に充電して新しいのをつけてつけてつけて、で1個エネループのその乾電池、炭酸の乾電池でだいたい9時間ぐらいはそもそもこれもあのバッテリーが持つんですよ。これすごくないですかって話。だから海外旅行行ってて1日中ここに電源オンになってても、まあ電源が切れたことってまあほとんどないかなっていうぐらいで、電源が切れたとしても予備の乾電池もう1個ほら充電してるやつ持ってるんで、それをパチッとすぐはめればもう速攻復活みたいなね。でこっちの受信機っていうのはカメラからこれ給電してますから、こっちバッテリー入ってないんですよ、バッテリーというか乾電池がね。なのでこれ電源オンにすれば速攻で、こっちもほらもうブルーになってますよね、こんな感じで電源が入るんです。で電源を消してしまえばこっちも速攻切れるっていう感じなので、運用がめちゃめちゃ楽なんです。これがすっごいところだったんです。ところがこの最新モデルのワイヤレスピンマイクの方はこっちもこっち、こっちレシーバーね、レシーバーってだからこれの代わりですよ、これの代わり、こっちに置けるのガチッとはめるんです、同じように。でこれとこっち、こっちがこの送信機ですか、どっちも USB で充電しなきゃいけないんです、この最新機種っていうこっちのモデルっていうのは。で時間的にはこっちも9時間持ったりとか、これはねなんか3時間とか書いてありましたけれど、とにかくですね、何が一番良くないかっていうと、オンにしててもオンにしてても自動で電源がオフになっちゃうんです。まずそうするといざ使おうと思った時に、こっちだったら本体のスイッチをオンにすれば速攻で連携、ここがペアリングしてすぐ3秒でペアリング完了しますから音取れるんですよ。だけどこっちの最新モデルっていうのはこれそもそも自動で電源がオフになっちゃって、しばらくするとですね、実はもう電源が入ってない状態になって、
で音が取れてないっていうことがもうほとんどあったんです今まで。であとですね、こっちはですね、一応本体から給電できるんですよ。だけどね、なんかね、全部これがバッテリーオフになっちゃうと、もうね、これのオンオフに連動してスイッチが上手にね入ってこないんですね、連動して。そもそももうね、こっちの旧式の方っていうのはもう本当に取りたい時にここの電源をオンするだけで、こっちはずっと入れっぱなしですから。で、電源なくなったらバッテリー交換するだけですから、乾電池を。めちゃくちゃ楽だった。それがこっちだと上手に今のその言ってる運用っていうのができなくなってしまったっていうね。バッテリーなんかだから、あの、なんていうのかな、節約モードみたいなんでオフにならなければいいのにと思って、まあ、そういう感じですよね。だからね、結局この古い方に戻したっていうところなんですよ。で、あともう一つ、このコミカ、これもあるんですけれど、これはね、もう本当にあの YouTube で対談とかのね、こう動画撮ったり、まあ、YouTube で使うというよりも僕の場合はこっちはもう本当にあの Zoom ですね。 Zoom でリアル生配信で、今日もこの後午後あるんですけれど、誰かと対談形式でこう話をしたりするときっていう時に、 YouTube の中であんまり僕コラボで動画って撮ってないんで、 Zoom はもうコラボとかいろんなことしますので、こういうのをお互いにこうマイクつけて使うみたいな。ただこっちは、やっぱり USB で3時間しか持たないんですよ、 USB のチャージで電源で3つも電源チャージしなきゃいけないし、これまずめんどくさいですね。で、これの場合はこいつがレシーバーで、カメラのここの上にこれの代わりにね、ガチってくっつけるんですけれど、これはソニーの純正じゃないので、ここから、有線、線を出してカメラにマイクのところにくっつけなきゃいけないんですよ。今ちょっと線がないですけれど、だからそういうのもね、すげえ手間なんですこれ。だからこいつを Vlog に持って出かけたこともあるんですけれど、まあもう一回やっただけでこっちはもう Vlog の運用には使うのやめましたね。ていうか、そもそもこういう、こうスタジオの中で、会社の中で撮影するときも、もうめちゃめちゃ手間ですね、これは。電源を全部こう確認して、入ってるかなってやって、初めて収録するっていう感じなんで。これもね、結局、電源はないんですよ、バッテリーって。全部給電するんで。だけど、このね、これがしっかりちゃんとはまってるかな、音取れてるかなって確認するのが、めっちゃめんどくさい。ということで、まあ、最終的に今また行き着いたというかね、戻ってきたのがこれとこれとこれのセットっていうところなんですよ。ですので、出すのでじゃなくてね、ですので、僕みたいな感じで Vlog もこう楽しみながらやりたくて、まあ、仕事のねこういうところで、まあ、こんな感じでさ、ここにほらホワイトボードがこうやってあって、でここの前に立って、ああでもねこうでもねってネットの話をこうしたりするんですけれど、まあそんなような感じでですね、まあ、Vlog も撮りたいし、今みたいな感じでも撮りたいしみたいな方々には、もうね本当にこっち、これ旧式のこれ、まあ、いつまでこれ発売してくれてるんだか分かんないけれど、めっちゃおすすめです。ただ今僕が言ってるのはソニーのカメラを使ってる人向けの話です。これソニーのカメラじゃないと使えないので、だからそうなってくるとね、ただ結構今ソニーのカメラって一番売れてるんで、ソニー製持ってる人たちいっぱいいるんじゃないかなと思いますから、ぜひねご参考にしていただければなと思います。とにかくマイク、音めちゃくちゃ大事ですので、なんかねいろいろ工夫をしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。